皆さんこんにちは。2024年2月29日にメジャーリーガーの大谷翔平選手が日本人女性と結婚したことを受けて、 SNS 上では大谷翔平選手の嫁探しが白熱しているようです。その中で元バスケット選手の田中真美子さんが大きな注目を集めています。大谷翔平選手が結婚相手の情報を小出しにしているため情報が少なく、今も結婚相手は定かとなっていませんが、結婚報道で話題になった後、田中真美子さんのインスタグラムが閉鎖されたことも気になるところですね。すでに多くの人たちが大谷翔平選手の結婚相手は田中真美子さんであると確定させているようです。大谷翔平選手の結婚は匂わせが一切ない、ノースキャンダル婚だと言われていますが、実際には匂わせをしていたという可能性が浮上してきているようです。今回は大谷翔平選手と田中真美子さんの流出したプライベートの件と合わせて、実は匂わせをしていたという噂についてもご紹介していきます。田中真美子さんは1996年12月11日に東京都で生まれました。身長は180センチとかなりの高身長ですね。中学校は日野第一中学に通っており、その後バスケットの名門である東京成徳大学高校へ進学し、大学は早稲田に進みました。富士通レッドウェーブスに所属すると、2021年には日本代表候補にも選ばれています。そして2023年に27歳という若さで現役を引退したのですが、もしかすると大谷翔平選手との結婚が決まったので引退した可能性が高いと考えられます。大好きだったバスケをやめてまで大谷翔平選手のところへ行くことを決断したのかもしれません。そんな田中真美子さんがインスタグラムを削除した理由についてはいくつか考えられます。一番大きな理由としては、大谷翔平選手のファンからの誹謗中傷を先行して止めるためという可能性が高そうです。大谷翔平選手のような世界的スターとの結婚ともなれば、悪質なファンからの心ない言葉は田中真美子さん自身を苦しめるはずです。だからこそ早めに対策を打ったと考えられますね。他にも大谷翔平選手との匂わせ画像の特定を防ぐといったことも考えられます。大谷翔平選手と田中真美子さんが結婚していた場合、2人の出会いは 3,4 年前ということになりますが、そうなると田中真美子さんが現役の時から撮影を続けたインスタ画像と大谷翔平選手が身につけているものなどから匂わせ画像が特定されるというリスクがあります。なので早めに画像を消したのかもしれません。また大谷翔平選手との結婚が事実であれば、家庭に入り健康面でのサポートをするなど、大谷翔平選手へのサポートが一番重要になるかもしれません。そうなると本人がインスタグラム内でいろいろと心配事が発生してしまい、その情報が大谷翔平選手へ漏れることで生活にも影響が出てくるでしょう。不安材料は全て外すような意識があったので、インスタグラムを削除したのかもしれません。他にも家族、親族の身バレを防ぐためとも考えることができます。本当に大谷翔平選手と結婚したのなら、間違いなく親族や同級生などあらゆる人物へ取材が来ることは間違いないので、身バレ防止を含めた対応であることも考えられます。インスタグラム内の画像には予期せぬ背景などが写っていることがあり、その景色から地域が特定されることも珍しくはありません。それだけ画像には多くの情報が含まれており、そのリスクを考慮したのもあるでしょう。またスポーツ選手がインスタをする一つの理由が広告等というのもありますが、田中真美子さんは富士通レッドウェーブスで活躍していたので、美しい容姿からも広告等としてインスタグラムをやっていた可能性もあると考えられます。バスケットを引退したことでインスタグラムを続ける理由がなくなったのかもしれません。大谷翔平選手の結婚報道が出た後、比較的早いうちに同級生へのインタビュー情報なども出ていました。そうなるとインスタグラムの画像には過去の情報も含まれているため、これを週刊誌に売買される可能性を懸念したことも考えられます。渡米したということもいいタイミングだったのではないでしょうか。大谷翔平選手とここまで噂になってしまうと、
一日中 DM が来ることも考えられるので、そちらも面倒くさく感じたかもしれません。大谷翔平選手の結婚は匂わせが一切ない、ノースキャンダル婚だと言われていますが、実は匂わせをしていた可能性も出てきたようです。というのも、2021年12月のヤフー知恵袋の投稿が今現在注目されているのです。その投稿は、女子バスケの富士通レッドウェーブの田中真美子選手と藤本亜希選手って2人とも美人じゃないですか。個人的には田中選手の方が好みです。あと、メジャーリーガー大谷選手の彼女、嫁候補としても良いと思いました。マニアックかつくだらない投稿ですみません。というもので、投稿者が個人的に好ましく思っている田中真美子さんが、大谷翔平選手の彼女、嫁候補に最適だといった内容が書かれているのです。 SNS 上では意味深、この人何か知ってるだろと言われています。大谷翔平選手が出会いは 3,4 年前であることを3月1日の囲み取材で明かしており、ヤフー知恵袋の投稿があった時期にはすでに出会っています。田中真美子さんに好意的な関係者による匂わせである可能性もありますが、田中真美子さん自身が匂わせた自作自演という可能性もゼロではありません。そもそも田中真美子さんが大谷翔平選手の結婚相手として浮上したのは、ニュースポスト7が公開した記事で、昨年引退済み、インスタ全焼しをした女性アスリートだと報じたことからです。つまり、この条件に当てはまる女性アスリートが大谷翔平選手の嫁である可能性が最も高い女性ということです。実際、田中真美子さんは2023年4月に所属していた富士通レッドウェーブを退団しています。大谷翔平選手の結婚相手は田中真美子さんだとほぼ確定しているようですが、田中真美子さんは大谷翔平選手の理想の女性にも当てはまっています。ニュースポスト7が報じていた大谷翔平選手の嫁有力候補 A さんの特徴とも一致しています。大谷翔平選手の結婚相手は田中真美子さんでほぼ間違いないようですね。ここまで大ごとになったからか、ネット上では田中真美子さんと思われるインスタの裏垢情報も出回っているようです。この裏垢は田中真美子さんのアカウントなのでしょうか。現在インスタグラムで田中真美子さんをハッシュタグ検索するとファンの方による投稿が出てきます。田中真美子選手というハッシュタグとともにアカウント名が紹介されています。このアカウントはまだ存在しているようで、実際にアカウントに飛ぶことはできますが、投稿とフォローはすべて削除されています。2024年3月4日のニュースポスト7では、大谷翔平選手の結婚相手の知人の証言が掲載されているのですが、その中で田中真美子さんのアカウントは2つあることが明かされています。フォロワーの多いアカウントは全削除していますが、残っている方のアカウントは投稿だけが削除されているようです。田中真美子さんのもう一つのアカウントについては X で以下のような情報が上がっています。田中真美子の兄のアパレルのモデルに田中真美子発見、そのブランドをフォローしているマーリーというアカウントは大谷翔平関連アカウントをいくつかフォローしていた、現役時代はインスタをやっていたとのことだが、削除したからといってインスタをやめられるとは思わない。この情報によると、兄のアパレルブランドをフォローしているマーリーというアカウントが存在している、大谷翔平関連のアカウントをフォローしているとのことです。調べてみると、これらの情報は正しいようです。現在、このアカウントが本当に田中真美子さんの裏垢なのかは分かりませんが、可能性は非常に高いと考えられますね。また、田中真美子さんの過去の TikTok 動画なども SNS で拡散されており、プライベートな情報が多く流出している状況です。これにより田中真美子さんは現在アメリカでも自由に外出ができない状態だというのです。やはり大谷翔平選手の結婚相手ともなれば、いわれのない誹謗中傷なども多いかもしれません。まだ公表はされていないものの、やはり結婚というのは多くの苦難があるようですね。悪いことをしたわけではないのだから、ネット上だとしても執拗に追いかけ回すのは少し考えものだとも思います。
幸せな結婚生活を送ってほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。